ネモは日本のプロゲーマー、ジャパンイースポーツプロライセンス保持者。本名は根本直樹。東京都新宿区出身。小学生よりゲームをはじめ、高校生になると大会に出場するようになる。大学卒業後ゲーム業界とは無関係の企業にシステムエンジニアとして就職する。社会人となってからもゲームを続けていたが、 入社5年目頃から海外の大会に招待されるようになったことを機にプロゲーマーを志すようになる。2013年にチームブラックアニカ入。2015年10月に脱退。2016年7月にアリアンベアとスポンサー契約を結ぶ。2017年7月には10年間勤めてきた会社を退職。同年10月にスクウェアエニックスに入社。 2018年3月、アメリカ及びオランダに本拠を置く e スポーツチームチームリキッドへの移籍を発表した。これまで所属していたアリアンワヤによるサポートも継続される2018年12月、所属するチームリキッドが日本の芸能事務所アミューズとパートナーシップ契約を結んだことに伴い、自身もアミューズ所属となる。2021年3月26日、 スクウェアイニックスを退社したことを発表。4月3日、チームリキッドとの契約終了を発表。5月10日、ウェルプレイドライゼストとの専属マネジメント契約及び、m ゲーミングとのスポンサー契約を発表。兼業プロゲーマーとなった理由として、父が要介護状態にあったことから、専業プロとなった場合、母を心配させる懸念があったためとしているが、その一方で、 社会人になったらゲームをやめなければならないという風潮を変えていきたいという目標を掲げている。スクウェアエニックスではマーケティング業務を担当する。上司である柴木聖は地元の友人の親戚とのことである。ストリートファイター V では主にユリアンのキャラクターでプレイする。一方で人生を無駄にしているとの理由でザンギエフを嫌いなキャラクターに挙げている。ありがとうございます。